今日は西日本を中心に傘の出番となりそうです。内藤さん、特に九州や中国地方、現在も雨の報告がありますけれども、はい、この後さらに強まってくるんですね。はい、これから明日にかけて、まず今日は西日本、そして明日はですね、東日本方面でも大雨に注意が必要です。現在の状況をご覧ください。6時50分の皆さんからの報告と雨雲レーダーの状況です。現在ですね、九州方面活発な雨雲が接近しています。この時間特に発達していますのは、対馬の西の海上、このあたりですね、かなり活発な雷も観測されております。そしてまた南からの湿った空気の流入の影響で、鹿児島県の南の海上から宮崎県にかけて、こちらでも非常に発達した雨雲が解析されているような形となっています。この方面では現在降っている雨の量は1時間で10ミリから20ミリぐらい、特に宮崎県などを中心に降っているといった状況ではあるんですけれども、過去24時間で見てみますとですね、九州、特に太平洋側、宮崎県や鹿児島県の大隅半島、こういったところで24時間300ミリ近く降っているところもありますし、その他でも200ミリを超えているようなところがあるような状況です。この方面では土砂災害なども発生しやすくなっておりますので、引き続き十分な注意をしていただければと思います。はい、この後の降水の移り変わり、まず気象庁の2キロモデルで今夜9時にかけてご覧いただきたいと思います。対馬方面や鹿児島県の南海上の方から雨雲が次第に九州それぞれのエリアに近づいてきます。九州南部方面でもこちら午前10時にはだいぶ活発な雨雲が近づいてきますし、九州北部エリアもお昼前ぐらいからですね、対馬など島嶼部以外でも非常に発達した雨雲がかかってくる見込みです。この方面、強いところでは1時間に30ミリから50ミリの激しい雨、場所によってはやや停滞気味となって1時間50ミリを超えるような非常に激しい雨となる可能性があります。こちらが午後1時、午後2時、午後3時、活発な雨雲は次第に東へと移っていく見込みです。東に進むほどですね、北の方にある雨雲はやや弱まっていきますが、宮崎県方面から豊後水道、そしてさらに今夜遅くなっていきますと高知県方面でもさらに雨が強まってくる予想です。はい、また今夜9時以降のところの動きですね、特に高知県での雨のピーク、今夜遅くということになりそうなんですけれども、はい、こちらは気象庁5キロモデルで見ていくと夜9時以降ですね、特に発達した雨雲が非常にゆっくりとした速度で、四国の太平洋側、高知県などを通過していく見込みです。そして明日の未明には紀伊半島などにもそちらの激しい雨の範囲が及んでいく状況、明日の朝にはですね、大阪湾周辺などにもこの活発な雨雲が流れ込んでいく可能性が高くなっています。はい、この方面ではですね、1時間に50ミリ前後を超えるような非常に激しい雨となるところもありますし、2時間程度停滞してしまいますと非常に大雨災害のリスクも高まってきます。引き続き最新の情報に注意をしてください。はい、昨日までの雨量がまとまっているところもあります。今日この後の雨の降り方、最新の情報を確認しながらぜひお過ごしください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースから詳しくご確認いただけます。